はい、大田です。今日はツイッターでバズってたあのマグロの塩漬け、マグロに塩まぶして20分放置したやつを作ります。作って感想とか言います。ではスーパーに行ってまいります。レッツラゴーポッポうん。
はい、マグロサーモンカツオをやっ、カツオのたたきだよね。カツオのたたきをやった結果は、カツオが一番マジっていう。塩やったことによってなんか生臭くなったりしてたイメージですね。だから普通にカツオたたきはもう漬けにした方がマシという結論に至りました。マグロはまあ美味しいけど、普通に食べても美味しいし、サーモンはうまい。サーモン別に俺好きでも嫌いでもないんだけど、うめえなって思いました。なんか甘みが本当に中に凝縮されてる感じがサーモンでしたね。はい、ご視聴ありがとうございました。めっちゃサーモンがうまかった。